はい、皆さんこんにちはでございます。クラスマやっていきましょう。ということで12時、今日の12時からお昼のね、新しい方来ておりますので、ちょっと喋るの、ガチャ回していきましょう。で、ピックアップガチャですね、新しいキャラクター6体かな。ピックアップが3体なんで、曜日が変わっていつまでだったかな、1週間ぐらいだったかな、ちょっとすいません覚えてないんですけども、とりあえずこの3体がですね、ヒナと、サイゾウとリアン、この3体が今ピックアップで 1% 出る確率になっておりまして、他の新しいキャラ、カイとスティアとローネ、これの6体が新キャラで出てます。星4とかはどうなんだ、星3も新しいキャラ出てるのかな、ちょっとよくわかんないんですけども、今回狙うのは、まあ一番はヒナだね。めちゃめちゃ可愛いんで、ヒナかスティアがローネ、もう完全にもう可愛いのだけっていうここら辺狙いたいんですけど、まあ 0.267 はちょっときついかもしれないんで、まあ一般のところ狙いたいなと思います。なんで今回2000あります。今日で500もらったんで、まあ40連できるんですが、まあ、まあヒナが出たらやめてもいいかなと思いますけどね、どうしようかなというところですが、まあ引いていきましょう。はい、では回していきます。早速パパパって、さあこれまだね、確定をしか見てないんでね、なんかいろいろあるみたいなんですよね。虹ある、これ。さあ来い。黒色きついんじゃないこれ。止まれ、止まった。 OK、 おっぱい、お、止まった。あ、可愛いんだけどな。今度貧乳だ。可愛いんだけども、星さんだからな、あんま使わないんだろうな。おお、ジェット、これは当たりこれリセマラでも1位じゃなかったね。コンラと冷静沈着で、コナンと当たりですね。色男、そう、要するに俺のことだ。 0.267 引いてしまった。コナンと当たりなんだけど、まあ、顔と体が合ってねえな。どうなのかな。まあ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 、はい、ということで、まあ一応当たりましたが、ちょっと違うな。まあまあ育てていきますね。コナンと全然使えるんで、強いよね、むしろ。んー、また黒。さあ、来い。ヒナ来い。来た、止まった。あー、かわいい。かわいい、貧乳。来い。カモン。来た。うわー、そっち当たるか。ジェット。こいつも強いんですよね。なんだったっけな、忘れたけど。読みか。0.267%。よいよい、遊んでやるぞ。いや、これも強いし可愛いからな。ニトさんのねキャラがね、意外と可愛いキャラ多いんだよね。来い。よ、可愛い。止まれ。可愛いんだけどな、違うんだよな。ピックアップが全然出ねえ。止まれ。あ、可愛い。男かな。サバン。いや、当たりなんだよ。当たりなんだけど違うんだよな。はい、あと2回行っていきましょう。マジ新キャラ欲しいんだよ。お、これ確定じゃない？この音は俺聞いたことないよ。ジャンって言ったはい、カモン、止まれ、止まった。ここか。星2、おっぱい。え、嘘、止まんない。止まった？来た。あー、でも、新キャラ 0.2。いや、まあ、新キャラなんだけどな。俺は帰ってんだ。お前の腕が。いや、まあ。見させてもらうぜ。なんでピックアップじゃない方出るんだわ。止まれ。あ、かわいい。大好き、こういうタイプ。あー、かわいいけどちょっと違う。はい、ということで今すごいよね、全部当たってる。ラストいきます。
ちょ待って、でもヒナが欲しいのよ、ヒナが。あー音鳴らない。なんで 1% の方が当たらなくて 0.267 の方が当たるんだろう。ラストです、行きましょう。うーん、かわいいけど違う。止まれ止まれ止まれ、やめやめて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 、止まった。はあ、知らない。最後引くんじゃなかった。はい、ということで40連終わりました。提供で見ていきましょう。これが当たりましたね。カイ君、カイ君どうなるの。レジヘビー進化したらなんか変わるかな、書いてあるね。ハンターちょっと進化見てみましょうか。ハンター覚醒で当たったやつはどれだ、当たったのはどれだ。カイ君どこだ、カイ君、カイ君がいない。カイ君、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 あった、カイ君。レジヘビーとレジボム、あ、まあまあでも使えますね、これで。で、フォークタガー、壁に当たると2回目に反射するナイフを全方向に放つ。最初に放たれた時点で投げ振りのとどめを刺す。まあまあいいんじゃないかな。で、まあ今回その、これね、今多分リセマラ一番いいんじゃないかっていう言われているキャラクター。レジスパイク、レジワープが持っているコンラッドだったっけな。と、ヨミ。ヨミもね、なかなか強いんで。で今回ちょっと、神引きじゃないかな。でもちょっと欲しかったな、欲しかったな。あ、止まった、すいません。はい、ということで、まあひなちゃんが当たりませんでしたが、まあまあ当たりじゃなかったかなと思います。皆さんはどうだったでしょうか。ぜひぜひコメントの方もよろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。